このこいつとの入院生活も長いですよ。こいつがずっと見守ってくれています。ということで今日はちょっと言い忘れてたことありまして、所属先なくなりました。はい、ということで、まあ所属先なくなってしまったんで、まあ、9月末で以前の所属先を契約満了ということで、今は無所属、しかも入院してる、怪我、コロナ、いや本当大変ですよ世の中。まあこれからどうやって競技生活していこうかなっていう、まあ心配もあるんですけど、競技生活やっていくっていうことは本当大変なことですし、まあ幸せなことでもあるんですけど、まあなかなかのいいタイミングでね、こうやって、まあ何もなくなったわけですが、いいんじゃないでしょうか。やっぱりね、競技生活どうだろう、25歳サラリーマンから成り上がって、もともと僕運動してたわけじゃないんで、なのでね、エリートではないので、まあ社会人になってからこういう、なんていうんですか、部活みたいに本当にスポーツ専念してやるみたいなことをやったんで、もう非常に新鮮ですし、ある意味もう社会人からこう社会人を経てスポーツやるようになったんで、まあ、社会人の大変さを味わってからスポーツやり始めたっていうことで、まあ、経験としてはいい経験積んでるんじゃないでしょうか。こういった感じで無所属になって、まあ、怪我もしてますし、まあ、復帰もちょっと見通し立たないですし、まあ、大変なんですけど、まあ、もう一回ね、ニュートラルに戻して、まあ、今、競技人生も終盤に差し掛かって、本当にいつまでできるか、まあ、生き残りとの戦いでもありますし、自分の限界への挑戦でもありますし、もともと競技始めたのが25歳なんですけど、まあ、そっから、まあ、うまくはいってますけど、まあ、こういう競技者としてやれるとは思ってなかったので、まあ、やれなかった時にまたサラリーマンとか、まあ、何かビジネスをやれればいいなと思って、まあ、ダメ元で来てたんですけど、まあ、皆さんの応援とか支援のおかげもありまして、こうやってね、冬の大会バンクーバー2010年、ソチ2014年、2016年リオ、夏ですよ。で、2018年ピョンチャン、冬3大会と夏1大会。まあちょっとね、入院してみて思いましたけど、本当まあ頑張ったんじゃないんですかね。こうやって何もできなくなって思うんですけど、まあ、やっぱできる時は全然こういう生活ってイメージできないんですけど、やっぱできなくなってこういう風になんかこうゆっくり過ごすようになって、まあ焦りは初めすっごいあったんですけど、まあ徐々に慣れていくうちに、まあ自分を見直すね、いい機会に本当になりましたよ。まあっていうのも血液検査とかもするんですけど、やっぱいつも肝臓とかあんまり数値良くないんですよ。でこうやって運動ほとんどやらなくなって、でまあリハビリとか、まあ、筋トレとか、まあ、そういったエクササイズはやってるんですけど、まあ、強度の高い
まあトライアスロンとクロスカントリースキーですから、もう本当に吐きそうなくらい追い込む競技ですから、まあそういった運動をしなくなったことによって、まあ、血液の数値も、まあ、いい時があるっていうのも分かりましたし、トレーニングをちょっと見直すいい機会にもなるかなって思いました。でやっぱりこういう空いてる時間に自分がいつも見ない映像とかをいろんな競技で見たりするんですけど、まあまだまだやることたくさんあるかなと思いますし、本当にこれからまあゼロになって、まあ競技生活続けれるかどうかも分かんない状況で、本当に何をしていかなくちゃいけないかっていう整理整頓ですかするのに、まあいい機会でしたね本当。まあこうやってゆっくり考えた分、まあ体も、まあ、休んではないですけど、まあいいリフレッシュになりましたし、今後どうなるか分かんないですけど、やっぱり自分はね、まあ、人間どこまで強くなれるかっていう、そこに楽しみがあって、まあ、やってるので、なので、まあ、自分の気持ちの中で競技者としてまだまだやれるっていう気持ちがあるうちは、まあ、続けます。ただその中でもう本当に少しでも、ああもう自分がダメだなって思っちゃったら、もうそこで多分気持ちが切れたらもう続かないと思うんですよね。もうダメだなって思っちゃったら、もう、まあ、その時が現役引退する時ではないでしょうか、ということなんで、まあ無所属になったっていう報告ですけど、まあ、いろいろ喋りましたが、まあ、あとはやるしかないですよ。はい。まあ、みんな大変なんでね、こういう時期ですから。まあ、でも幸いにもコロナの影響で、まあ、試合も延期になったり中止になったり、その中での怪我だったんで、まあ僕にとってはいいタイミングだったって言っちゃいいタイミングだったんですけど、まあでもね、この怪我はねやっぱり良くないですよ。競技パフォーマンス本当に動けた時にしか分かんないですけど、やっぱ落ちるんでね、でも元に戻るかどうかも分かんないですし、なのでこれからですよ勝負は。なので退院して、まあ、退院の見通しも立ってないですけど、退院してそっからですよ勝負は。もう本当に何もなくなりましたからね、これで今までやってきた自分の経験がどれだけ生かされるかっていうところですよ。まあここでダメになるような選手だったら、もう元からそういう選手だったってことです。なので挑戦ですよ挑戦。人生挑戦しないとね、一度きりですから。ということで今日は無所属になっちゃったっていう報告でした。以上、無所属頑張るぞ。まあ無所属頑張るってちょっとおかしいですけど、まあいいんじゃないんですかね、話題性は十分ですよ。無所属、怪我してる、コロナ、これも怪我で復帰するの大変って、ストーリー的にはすごいですよね。もう本当にドラマにできるぐらい。まあ人生、まあ、いろんな人ドラマありますけど、まあ僕も成り上がりできて本当にいい経験させてもらってます。人生これからです。頑張るぞ。